Hello, Toront. Hello, everyone. こんにちは。映画監督の本木克英と申します。この度、私が監督した映画大米騒動が、トロント映画祭でオンライン上映されることになりました。この映画は103年前に日本の富山県の漁村で実際に起きた事件を映画化したものです。当時の名もなき女性たちが、理不尽な、お上の施策に、声を上げて、行動したことが日本全国に広がった大騒動を扱った事件です。現在日本のジェンダー指数は、世界の先進国の中でも最下位とランクされています。しかし103年前の日本の女性たちは、声を上げて立ち上がり、男性中心社会を変えたという事実を楽しい群像劇の中から感じ取っていただければ幸いです。どうぞ楽しんでご覧ください。